将棋らしさの一つとして男性女性混成の3つの団体ができているという特色を生かしまして、今までのようなパッチリとステージを分けたものではなくて、曲も団体もバラバラにしてアラカルトのステージを作ってみてはどうかと考えました。そしてこのアラカルトのステージではさまざまなジャンルの曲をお届けしたいと思います。どうぞごゆっくりお楽しみいただければと思います。それでは早速次に参りましょう。映画音楽から今度は女性男性の順でミュージカル天使にラブソングをよりヘイルホーリークイーン、西部劇明日に向かって撃てより砲台は雨に濡れてもなんですけれども Dangerous Keep Falling in My Head です。はい、見てみた。Thank you.
で、この曲ピアノがついておりまして、私たちの演奏に話をくださいます。ペンスを紹介いたします。小鳥舞さんです。よろしくお願いします。私たちの想定が深くてですね、第5回の定期演奏会のうち4回は取っていただいて、で第1回の歌い手としても取っていただいたり、すごくほんま、ツインファミリーみたいな感じですけど、はい。で、今日もよろしくお願いします。で、はい、次に演奏します玄関の一群という曲は、1977年に、作曲の南博明さんが、総督高校グリークラブの移植によって、作曲したされた作品です。で、この詩人がここに出口大学という方の、フランス詩の翻訳詩集という、それも玄関の一群から5つ詩が選ばれて、この曲が付けられているんですけれども、この詩が1925年の昭和初期に出版されたものでして、少し言葉は難しい。でもやっぱりその言葉のチョイスだったり、あるいは小鳥さんに言ってくださるピアノだったりの旋律から、なんとなくフランスの雰囲気が漂うような、そういう雰囲気の歌曲になっております。2曲、改めてフランスの詩による男性合唱曲集月間一部における海や秋の歌、2曲続けてお聴きください。Thank you.
Thank you.
で、ウェディングウォーター2曲目の方は、黒人霊感ですね。
で、本当はゆっくりなバラードの曲なんですよね。ゆっくりな曲なんですけど、それをちょっとアレンジして、ちょっとジャズ風にというか、ちょっとおしゃれな感じに、されている曲がありましたので、それをお見せしたいと思います。まだ日本ではこれ売られてないので、アレンジにして、この前、その高校生でやってたんですけど、日本では、東京の方ではちょっと、ICU のフリークラブとか温泉でやられてるみたいなので、それを除くと多分日本の参加の方が多いんですよかなと思います。はい、というわけで、ありがとうございました。それではどうぞお楽しみください。Oh, man.
大丈夫ですか。それが言ってなかったので、ちょっと気になってしまったらすみません。Thank you.
ここは私が喋るんでした次に演奏いたしますのは、オーガニックミステリーのビクトリアとしてさんです、音楽、我々はずっとこうやって合唱という音楽をやってきてるわけなんですけど、音楽にもいろいろ種類があるなって我々としてすごく思ったのがこの曲、なんかこうやって初めて聞いたので、いわゆるコンクールでいうところの G1 っていうやつルネサンスっていう時代の曲です。で、なんていうかな、今我々がこう触れてる音楽すごく身近でいろんなところにありふれていますので、そのなんていうか、すごく身近になっているがゆえに、なんかこう心理的にこうダイレクトにこう心を揺さぶるような音楽とかそういったものがあふれているんですけれども、昔その昔ですね、の音楽というのはどちらかというとそのなんか心に直接訴えかけるというような感じよりかは、むしろもう少しこうすごく整った美しさとか、いわゆる形式美っていうやつですよね。なんか、言うなれば何て言うんですか、円柱の体積の、3分の1が円錐の体積だと知ったときに、これは美しいなと僕は思ったんですけど、皆さんどうそういう感覚ですね。だからそういうなんかパッと見た感じの美しさじゃなくて、なんかそういう美しさ、形式の整った美しさみたいなのが、すごく高尚なものというのがこの曲かなと思います。で、ちょっと最初のメロディーのところだけちょっと歌ってもらおうかなと思ってるんですけど、初めにですね、出てくるのがソプラノで、次がアルトで、しばらくしてテナーが出てきて、2小節ぐらい行ってからバスが出てくるんですけどね。で、ソプラノテナーアルト、ソプラノアルトテナーバスですね。で、なんですけど、順番はバラバラなんですけど、歌われる、ね、メロディーは全部一緒なんですよ、最初の方。だからそれをね、ちょっと聴いていただこうかなと思ってまして。ソプラノとテナーがね、こんなことを歌うんです。これリハなしで今やってるんですけど。
平集団、去年の都市長は、まあ、先ほどのオーバーに向いているみたいな形で、まあ、合唱やってるなら、まあ、こういうところは通ってみようとかっていう、まあ、ちょっとまあ、いわゆる交渉なせんというところにチャレンジする機会が結構多かったんですけども、まあ、フランス語で宗教曲を歌ってみたり、ハンガリーのマジャー語でロマンを歌ってみたりして、まあ、それはやっぱり私たちにすごく、いい経験になったんですが、まあ、改めてちょっと元気に帰って楽しく歌おうというのが今年の男性歌唱でした。で、まあ、やっぱり楽しく歌おうとなったら、ポップスってなるんですけども、いわゆる合唱曲のポップスが少なくてですね、そこを立ち上げて、北島大輔さんがたくさんポップスを編曲してくださいまして、今年だけで十数曲ポップスになるものがあるんですけど、その中からよりすぐりの2曲をお届けしたいと思います。大体ちょっと曲名をしてるんですけど、1曲目は、アニメソングの名曲から1曲、2曲目は、昭和歌謡のこれまた名曲から1曲聞きどころとしては、北島さんの編曲でありがちなんですけど、ありがちって言ったらよくないんですけど、1曲目は特に、メロディーだけじゃなくて、合いの手がちょこちょこ入ってくるような、シュールな味わいの曲になります。2曲目は、もう昭和歌謡ですので、やっぱりこう一番メロディーの歌詞ってところを見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは、ぜひ続いてお願いします。男の癖にビールラ
続けてもう一曲男性からお届けします。これが本日の最後の男性合唱の曲になります。曲は茶原秀樹先生でドチリナ・キリシタンという曲から1曲抜粋しまして、第4楽章を演奏いたします。こちらはですね、江戸時代隠れキリシタンの信仰テーマとした曲でして、その西洋のキリスト教的な雰囲気だった世界観と日本的な和音、それから、融合したように和洋折衷な雰囲気を感じる曲ですね。そういう雰囲気を感じていただけたらなと思っております。最後の曲で、どちりなキリシタンから第4楽章です。よろしくお願いします。
女性女性指揮者のお父さんにインタビューしていきたいと思います。それはちゃんとチャンスを終わりましたのでちゃんと質問します。はい、打ち合わせ通りとは分からないですけど、はい、お願いします。はい、はい、ではこれを機にちょっと私個人的にすごく聞きたかったので質問を伺ったんですけど、そもそも伊藤さんはなぜ合唱を始められたんですか。すごいそもそもな質問に皆さんお知りになりたいことが全然わからないんですけど私実はすごい狙ったような感じなんですけど、今回女性で前半に歌わせていただきました春がきっかけで合唱を始めたと言っても過言ではないような感じなんですね。で私実は今ちょっと組織者ってやってますけれど、大学に入るまでは、合唱と全然やったことがなくて、演劇とか映画とかいろいろしてたんですけれども、中学校で谷川俊太郎さんの春にを勉強したときに、その時の先生が彼を合唱にしたものがあるんだよって言ってなんとなく聞かせてくださったのがあったんですね。それが本声版の春にだったんですけども、私それにすごくこんなすごい世界があるんだなっていう感動して、で、いつかやりたいなと思ってたんで、演劇の後は絶対合唱やろうと思って大学に入ったような感じですね。なので私が合唱を始めるはい、ありがとうございます。いやすごいなんかもう近年ですけど、行ったりしかもいい出会いだったかなと思ったんですけど、でそうなるとやっぱり今回は、ね、結構そういうところも狙われているんですか。はい、そういうところそうですね、結構実は狙っているっていうのがあって、ちょっと見た感じ結構歌手やったことあるよって方いらっしゃいますか。あ、結構やっぱり別にしたことないよって方、ありがとうございます。合唱やってるっていうと大体の方が、翼をくださいとかですよっていうおっしゃるんですけれど、やっぱり私たちがよく知る今回女性がやられる教科書でよく読む話だったりするんですけれども、そういう詩にもメロディーがついて歌になっているっていうことをいろんな方に知っていただきたくて、女性は今回の選曲にさせていただきました。はい、ありがとうございます。本当にそういう形で、皆さんも見たことあるしかなというところで、いい味わいを出せるような演奏をしていただけることを期待しております。というわけで、はい、女性合唱に移ります。今度もまたそういった詩からです。1曲目が窓道夫さん作詞で木下真子さん作曲の「王」、2曲目は谷川俊太郎さん作詞で三好明さん作曲の「生きる」、2曲続けてお届けします。ありそうだったよ。
てくれた曲なんですけれども、こちらが合唱の中に能の特徴が取り入れられておりまして、水風呂は沖縄
Thank you.
一緒に歌いはできませんでしたけれども、でも、同じプログラムと共に一緒に音楽を味わえると思います。また来年もぜひお越しください。本当にありがとうございました。最後、注意事項を言うように指令を受けました。最後、注意事項、忘れ物がないように、気をつけてお帰りくださいということと、アンケートをですね、ブルーの、パンフレットの中に多分同封されていると思います。ない方が知っていますので、同封されていると思いますので、もし、お時間がありましたら、アンケートを書いていただいて、ロビーで、ね、お出していただいたらと思っております。本当に、短い時間でございましたけど、本当にありがとうございました。